半世紀生きたもう働きたくないピュラヤンです。おはようございます。今日は5月17日は私ピュラヤンの誕生日です。祝え爆誕。はい、今年はね、コロナ禍ということで、まあいつもやった仲間集めてね、こう誕生日パーティーとかやってるんですけどね、ちょっとなんか、まあクルーザー借りたりしてね、まあパーティーとかやったりしてたんですけどね、まあコロナ禍ということで仕方なく、まあ自宅で、まあ一人でお祝いしようかなと。だもうよろしくお願いします。ご飯か買い物してきます。昼ご飯は、スーパーで弁当買ってきました。いただきます。ハッピーバースデートゥーミーハッピーバースデートゥーミーハッピーバースデーディアピロヤンハッピーバースデートゥーミー。祝え、この世のすべてを司る男、無職系 YouTuber ピロヤン53歳の生誕祭である。はい、なんじゃケーキいただきます。ショートケーキ、いちごのショートケーキからいただきます。ケーキの甘みでコーヒーの苦みが引き立つって言っていいのか。あ、チャンネル名ね、なんかたまになんか52人やからちょっと変えろよとか、52歳無職のなんか無職日記だっけ自分のタイトル忘れる。あ、50歳無職の日常52歳にせよとか言う人いるんですけどね、まあ、一応 SEO 対策言うんすか、そのタイトルあんま変えたら変えん方がええんかなのでそのままにしてます。まあ60歳ぐらいまでやったら60無職の、日常に変えようかなとか思ってますけど、そこまでチャンネル続けるんでしょうか。ケーキうまっ。これ赤っかな、折れてんすけど、これいつ折れたんやろ。なんかバキって音聞いたような気もしたんですけど、破片どこ行ったんやろ。食ってもうたんかな。いや、これ食ったら気ぃつくやろみたいな。まあちょっと洗って置いてた古いスプーンなんでね、まあ、こうやって割れるかな。キャンプ用の
食器も多くありました。出てきたよ、ケーキに刺さってたわ。おいよ、生きてる。今日の晩ご飯はミルフィーユ鍋です。白菜と豚バラのミルフィーユ鍋いただきます。白菜まだちょっとかかってるかな、食べてみよう。いただきます。ちょっと硬いかも。それじゃ、ハッピーバースデー、俺。晩ご飯は、晩ご飯じゃない、締めは焼きそばです。余ってたやつ使ってます。うどんがいいしかないもんね。まあ焼きそばも美味しいですよ。おはようございます。5月18日の昼12時半ですね。じゃあ今日もよろしくお願いします。ちょっと焼き足らんかったかな。晩ご飯はカレーです。いただきます。
か今日から梅雨入りしたみたいな。なんかはもう雨もすごい降ってましたしね。なんか早いんじゃないですか梅雨入りって。はい、どうかな。では、動画ご視聴いただきありがとうございます。ピルヤンでした。ではまた。